ジャイを訪問したアラロフ。左から、西部戦線総参謀長アースムギュンリューズ大佐、西部戦線司令官、イスメトイニョニュ少将、不明、ソビエトロシア駐在部官、KK ケケズボナレフ、中トルコ大使セミョーンアラロフ、ムスタファケマルパシャ、アゼルバイジャン共和国大使、イブラヒムワビロフ、第一軍司令官。 アリーフさんサービス少将セミオン・イバノビチ・アラロフはソ連共産党の活動家、赤軍情報部の創設者。セミオーン・アラロフはモスクワの裕福な商人の家庭に生まれた。当初家業を継ぐつもりで商業学校と商業大学を卒業した。しかし、1902年、ペルノフ敵団兵連隊に志願し、社会民主運動に加わった。日露戦争時、 前線で戦った後、1905年から1907年の革命に参加し、銃殺を言い渡されたが、執行されなかった。第一次世界大戦時にも、前線で戦い、参謀単位まで昇進した。二月革命後、第三軍陸軍委員会副議長、後に議長。この時、メンシェビキに関係し、祖国防衛論の立場を取った。10月革命後、 連帯長補佐官。1918年から、ボリシェビキ党員。1918年から1920年、モスクワ軍管区作戦課長、後に、軍事人民委員、第12軍、第14軍及び、南西戦線の革命軍事会議議員。1918年9月から1919 19年7月、ロシア革命軍事会議議員。 1918年10月から1919 19年6月、ロシア革命軍事会議や戦本部軍事委員。1918年11月から1920年7月、革命軍事会議や戦本部登録局長。1921年1月から3月、キエフ軍管区革命軍事会議議員。1921年、チューラトビア全権代表。 1921年10月から中トルコ全権代表。1923年中リトアニア全権代表。1925年4月からソ連外務人民委員部参事官。1926年12月中華民国の人民大議員大会議長に任命。1927年からソ連国民経済会議幹部会議員外国課長。 ソ連財務人民委員部参事官。1938年から国立文学博物館副館長、館長。第二次世界大戦勃発とともに前線に志願、大佐。1946年から党の業務。1957年年金生活に入る。ありがとうございます。